はい、2021年3月28日ドラクエウォーク、本日はヘルバーブのパーティー紹介なんかをやってちょっと間をつなごうかなと思ったんですけど、これまさか来ちゃったんですね。これ最初ここの予告のなりバナー見た時になんか回復っぽいよなって、私最初の予想はね、ヒャドの全体かドルマのアンクルホーンの心を活かせるような魔法呪文だと思ったんですけど、違ったんですね。ということで、まあ、とりあえず脳書きはいいんで、あのスマートフォンを見ていきましょう。スクショとかなんかでその方が話が早いということで噛んじゃうね。ということで行きましょう。ドン。これまさかとは思ったけどね早かったよな。いや、これ内容見たから全部知ってますよ、知ってますよまさかとは思ったけどな。ちょっとあのバナーの時に思ったんですよね。回復なんすだったんすね。ジェム足りんすね。3万ジェムじゃダメだよね。6万ジェムじゃないとダメなんだよね。次の20年の復刻まで待つかどうかってことだね。そう、これをね、これのね、構成をね、一応左の感じでやろうと思ったんですけど、まあそんなもん二の次だわということで。確かにこれを何、スマートフォーク見る前の、そのさっきの何、予告じゃないけど、あれだけ見たとき、どう見てもヒャドやドルマじゃねえし、なんか魔法かなんかじゃけど、絶対そんなんだよなと思って、ベホマランスね、47ですね、MP ね。これ上限とかどんなんなんでしょう。280前後ぐらい回復しますもんね。で、いやらしく山吹くを見せとるもんね。まあ、ほとんどっていうのがあるけど、別にあれだよな、これ、守りの盾試合し、あの回復量でかいよな。あと、防具とか入れてどれぐらいの回復になってくるんですかね。そこだよね。って言いながら地味にあれだもんね、これヘルクラウダーの祠も来てね。これどうせ強いんでしょうね。雲の巨人がかませて、ってこれがびっくりしたわ。いきなりあれなんだね。メガモンで来ずに多分強敵とか倒して。だからあれ、心とかどういう風になんだろうね。メガモンの心と強敵の心とか別になるんですかね。かな。これだからあれなんだろうね。運営さ、自信があったというかさ。で、さらに言うとこの賢者復刻のさ、多分、皆さん思っとることってさ、週末になんかイベントやりゃいいがよ、こんなレアもんだけ集めとるんかみたいなふうに多分思っとんじゃないかな。でも私の声を勝手に言いますよ。みんなの声として代弁しちゃいますけど。だからあれだろうね。賢者復刻をさ、これ月曜日までやっちゃうとさ、月曜日まで例えば本日賢者復刻開催しますが、で、このスマートフォーク流しますが、いや、普通引かんよね。ここで例えば何3万ジェム持っとったらさ、いや、あの一か八かで行ったろって私ならそう思うもんね。だからあれなんだね、自信あったとともに打線勝ったっていう理由もあったんだろうね。最後にこれもしれっと言うけど、これねえ、これ世界中とあれでしょう。要は右上にもある通りスーパードバカで総理バレなんでしょう。まあ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 ということで、まあここまであれですね、こんな感じでございますね。まあこれ見りゃ一番話早いですもんね。まあということで本題の方に一応戻りましょうということで、まあということで本題の方へ戻ってきたんですけど、まあヘルバームのあれだね、パーティーの後だわな、こんなんな。まさかでもこのタイミングと思わんかったですね。とりあえずゴルパスぐらい私ちょっと買おうかなと思っとる。うん、回復が来たらね、ゴルパスだけはとりあえず行こうかなと思ってたんですよ。ジェムが足らんな。今 1.5 周年でしょ。2周年が9月のところか。そこまで、そこら辺で多分回復の復刻とか来てあれかな。そんなんでこれあれなんだね。賢者復刻とか悟りとかなしで、今考えると辻褄合うもんね。これがリリースって分かっとりゃ。分かってりゃみんな悲観よね。そうだよな。1周年の時も確かそんな感じだったよな、あれ。ラーミアとかの後に確かあれじゃないの？霊獣じゃなかったか、確かあれって。ね、ということで、まあ、とりあえずここはお茶を濁すそうで、あとはヘルバームのデッキなんかを行きたいということなんですけど、これ、まあね、もう完全こっちなんかヘルバームのね、構成なんかそっちのけになっちゃうから、せっかくなんで先に本題としていくと、これ今回のなんだあれ、なんかなんちゃらの杖、ちょっと待ってくださいね。名前覚えてないな、あんたね。当たらぬ覚えんもんね。これいきますが。で、これって、今までの、何、悟りとかじゃないけど、癒しと違って、呪文の方ですが、回復が。いや、パーセンアップの方が。特技とかじゃなくて。っていうことは、最初に本題入っちゃいますけど、この心がね、こっちで行った方がいいか、輝かんかなんて。
いや HP 回復があるからって思ったんですよ。これ HP 回復で絞ったらで、ね、確かね、ちょっと待ってくださいね。こうやって絞っていくと、こんな感じでずらーっと見ていくと、だーって回復魔力で上から見てるんですけど、そうするとあれなんですよ、白バラなんですよね。輝かんかな、パラディンとかで。だからセットで言うと、これ長老寿は明日うなり植物だで、ヘルバーブがで入れたんですけど、耐性でどうかなということで、まあ、せっかくなので試ししてみたいということで、まあ、この構成にここに来てもおかしくないですよね。って言ったら今度あれだよね、どっかなんか緑の心もう一個来てもいいよね。これバラモスかボボンガの上位互換とか、だって次の心なんか絶対あれでしょ、ランプ超えるようなやつ来なねえっていうとこでしょう。そう考えるとボボンガ越えとかあってもね、回復杖が来たら杖って言えんかあれ、まあとりあえず杖って言っちゃいますけどねえっていうとこですよね。まあそれであとはお茶を濁すね、あの本当は本題だったんだけど、まあサイド的なね、もう余談話ですね。ここはさっといきますよ。とりあえず明日のヘルバウムもこんな感じの構成でいこうということなんですけど、私としてのテーマがバトマス2人にしたのが、要はこれこいつの心がすごい気になったんですよ。前どっかでチラッと言ったと思うんですけど、ウドラが当然のごとく植物ダメージ7パーあるから、この心がね効くんだったらイオが効かんかなって、そうするとダメージ的にどっちが出るんかなって、まあ、あくまであれですよ、この心が効いてなおかつイオが効くっていう前提、弱点じゃないっていう意味で10倍以上最低だったら、そしたら、まあ、100は多分あれだよね、効かんってことはおかしいよね、多少あれだよね、そのパーセンテージがどこら辺で上げ下げしとるかね。そしたらこの2人でバトマス、まあ得意武器じゃないですけど、こっち得意武器で若干差は出ますけど、一応両方無凸なんで、どんなもん差が出るか見たいんですよね。どんな感じになっていくのか、あくまで効くっていう前提ですよ。なんで一応先頭2人をバトマスにして、でこの2人でとりあえず行ってダメージを見て、シャドウが効くのかイオが効くのか、そこら辺で判断して、あとはあれだね、海賊とスパスタに変えたいかなと思ったんですよ、コースよね。ヤシャコンが効くならもうあれだろうね、両方海賊、まあ得意武器じゃないですけど、海賊にヤシャコン持たして、スパスタにヤシャコン持たして、で後ろの2人は変えずにって思ったんですよね。逆にイオが効くならもうあれだろうね、そのままバトマスで行こうかなと思ったんですけど、あでもスパスタ入れたいかな、遊びたいかな、海賊とかでもあれかな、無理やり持たしてもあれですかね。この前クリスタルクロー当たったやつをね、とつってね4と作ろうかなと思ったんですけど、やめたんですよ。これ一応3凸と、これ全く触ってないやつなんですよ。残しといて、比較もできるしと思って、これ今装備させるの無凸なんですけど、だから1、2、3、4本あるんですよ。3凸含めて。まあ、そこら辺でなんとか遊べんかなーって。で、相手のあれだね、火力次第で、まあでもあれだよね、今回、新しいこの回復武器が来るから、回復1で当たった人はいけるっていう風になるんだろうね。私、ジェムがね、まあ6万がリミッター上限と仮定してくるなら、足りんのですよ。一番いくつ足り、うん、あのお金のためにメガモンやりすぎた、はい、素直です、はい、足りません。なんでまあ未然に切るか、ゴルパスはまあ未然に切ろうかなって思ったんですよね。それか2周年まで待つか、回復の上限とかそこら辺のあれだね、もうちょっと明日のあれだね、詳細とかを見てからとかね、まあでも行った方が多分早いんだろうね、おそらくね。ただこれ経験全然あれだね、ヘルバーブとかが話それとるんで、そうだね、そっち意識いっちゃうもんね。ただこれ私1周年の時にこれ引いて、このラーミアとか悟りとか常闇とか、ここである程度貯金稼いだんですよ。それ考えると、まあもちろん回復武器魅力ですよ。明日なり持っとるのはジェムが6万以上か、6万リミッター上限仮定としてだったら行った方がいいっていうのは分かりますけど、ほっとなり我慢じゃないけど賢さないに言うなら、無課金美課金とか、まあね、新武器来るたびにね、ジェム使ってガチャ引いていく人じゃなかったら1周年とか2周年とかの SP のないやつ、あれで行った方が絶対賢いと思う、素直に。まあでも運営さんよく考えたね、そうだね、この3日間の空白がなんか全て通じつまうもんね。これ知っとったらみんな引かんよね、ていうか知っとったらみんなあれだね、落ち合うのから悲観だろうね。ずーっとジェム貯めとるな。まあそれはそうだな、そりゃ商売だもんな。ということで、まあ構成はこんな感じでいきましょうということで、体制的には一応あれですね、植物をできるだけ盛れるように、全部が全部私応急シリーズ持っとるわけじゃないんで、こんな感じでだんだん後ろに行くほどなくなってますけど、一応プラチナトリは4つあるんでなんとかつけまして、でもう1個の目玉じゃないけど、ここはあれですね、長老寿
これ、まあ効くかどうか、一応植物再生 5% あるんで。さあちょっと捨て的にあれだよね、これ考えると高いっていうわけじゃないから、バラモスがまああれだね、コストに対して高いからで、これがどうかなってことですね。なんかあれだね、こう考えると緑の心来てもいいよね。ね、パラディンなんかなり呪文回復なり次の武器が当たるって考えると、ここ白バラ、バラモスかボボンがどっちかの上位互換来てもって考えちゃいますよね。賢者で言うと、まあこれ超龍樹入れてますけど、ここドラゴスライムか、そっからがあれだろうね、これもまたどっか一個あれか、上位互換が来てもってところか。回復量あれどういう風なんだろうね、あのさっきのやつが280前後が、心がどういう設定にしとるとか、まあそこら辺はあれだな、明日になっても楽しみですので、装備名含めてね、どれぐらいになっていくのか。4凸いったらどんなもんなんだろう、あれ無凸だよね、多分無凸って想像しますけど、300超えとか、逆に言うと300、400超えてもいいけど、問題は次のメガモンがそれぐらいの強さになるってことですよね。だからあの新回復武器がないと、まあ、当たってないという前提、手に入らんという前提で仮説として話しますけど、そうすると私たちはあれだろうね、回復2とか3とか過ぎかなかんとかっていう場面が出てくんだろうね、高難度とかで。だからね、まあ、とりあえずあれだね、いいお楽しみできましたね、自信あったんだろうね、だからこんだけね気に散らけても運営さんあれなんだろうね、ガチャ回るって分かっとるから、で知らん顔してほかといてもよかったんだろうね、だし言えんかったんだろうね、本当は言いたいんだけど、早く行っちゃうとさ回らんくなりますがね、しちょっと酷なとこありますがね、その復刻やっとる時に行ってさっていうのを多分避けたかったんだろうね。そこまで読めるとあれだね、賢かったね、私としては。そこまで裏読みじゃないけど、ちょっと匂いをさ、回復がまさかこのタイミング、いや来るは来るんじゃないかなっていうのを想像したけど、もうちょい先じゃないかなって、それよりなんかヒャドの呪文とかアンクルフォンがずっと気になっとったんですよね、ドルマの呪文とかがって思っとったんですけど、まあとりあえず明日お楽しみしましょうということで、ヘルバウマンも完全あれだね、ちょっと負けだね、軽く触る程度でレベル30とかどうでもいいぐらいだね。心の性能が、あでも分からんか、心があれか、これ回復とか来る可能性ある、いや植物だね、緑色だからただそんだけですけど、まあ、とりあえずね明日を楽しみにしましょうということで、スマートフォーク見た方が早いですもんね、これはね。これでも本当に何、復刻ガチャの時からさ、賢者の時から、最後にここの話戻しますけど、そればっかり言ってるのあんたね、ある程度さ回復来るんじゃねえかって読めてさ、例えばジェムがさ6万持っとる人でもさ、回復武器がさ650回復とか持ってない人、タクトとかでやっとる人、いや来るぜって、それなり全突破で貯めれた人は本当すごいよね、それ素直におめでとうって言ったよね、これはね思いますわ。一応現在の私の状況がこんな感じ、1万3000ぐらい足りんか、うん、まああれだねアルバイトかなんかして稼いでこないってことだね、欲しかったらそういうとこだろうね、そこでしょうね、この期間が終わるまでにジェム1万ぐらいばらまいてくれたってことだね、まあ、また虫のいいこと言ってるんで、もう水に切った方がいいの、そろそろいい加減にまあそんな感じで、とりあえずで明日の方をお楽しみしましょうということで、はいということで、そんな感じ終わり。